創刊間もない頃のラジオニュース紙の表紙、ラジオニュースは1919 19年から1971年にかけてアメリカ合衆国で発刊されていた月刊の技術雑誌である。ヒューゴー・ガーンズバックがアマチュア無線愛好家のための雑誌として創刊したが、ラジオと電子機器の技術的な側面をすべてカバーする方向で発展した。 ガーンズバックの出版社は1929年に倒産し BA マッキノンにより買収された。1938年にはジフ・デイビス社が買収した。1904年、ヒューゴー・ガーンズバックは無線機の部品や電気用品などを通信販売するためのエレクトロインポーティング社を設立した。カタログには無線電信装置などの電子機器を製作する。 プロジェクトの詳細な説明があり、これは彼が最初に創刊した雑誌、モダンエレクトリックスの前身となった。ガーンズバックは1913年3月にモダンエレクトリックスを売却し、エレクトリシャンメカニックと合併した。1913年5月には別の雑誌、エレクトリカルエクスペリメンターを創刊した。これらの雑誌には、ガーンズバックによる大胆な未来予測やフィクションが、 掲載されていた。1926年4月には、アメージングストーリーズを創刊した。この中でガーンズバックは、サイエンティフィテーションという言葉を生み出し、これがサイエンスフィクションとなった。ガーンズバックは、アマチュア無線の熱烈な支持者だった。第一次世界大戦中、アメリカ政府はアマチュア無線を禁止したが、ガーンズバックはそれに反対するキャンペーンを主導した。 ガーンズバックは1919 19年7月に無線を専門とする雑誌、ラジオアマチュアニュースを創刊した。1920年7月にはラジオニュースに短縮された。これらの雑誌は、ヒューゴー・ガーンズバックと兄弟のシドニーが経営するエクスペリメンター出版が発行していた。表紙には、エディテッドバイ・ヒューゴーガーンズバックと目立つように表示されていた。 雑誌の発行は大成功を収め、二人の会社は大きくなった。エクスペリメンター出版の他に、ラジオ局を二つ経営し、書籍の出版も行った。ラジオニュース1930年11月号1929年2月20日、エクスペリメンター出版に対して、破産の申し立てが行われた。ラジオニュース1929年4月号には、 編集者としてのヒューゴー・ガーンズバックを特集した記事が掲載された。ガーンズバックはすぐに新しい出版社を設立するための資金を調達した。彼は同年7月に新しい出版社で無線雑誌、ラジオイコールクラフトを創刊し、ラジオニュースと競合するようになった。エクスペリメンター出版は BA マッキノンにより買収され、1930年6月に ラジオサイエンス出版に解消された。アーサー・エイ・チリンチは、これから登場するものを予測し、無線機器の設計や運用のための技術的な情報を提供するコラムを執筆した。表紙は、それまでの人物を描いたものから、赤一式の地に部品や機器の一部を描いたものへと変化した。ラジオサイエンス出版は1931年8月号で、業務を停止した。 1931年9月号からはベルナール・マクファデンが新たに設立したテック出版が引き継いだ。ローレンス・コッカデーが編集者となった。フォーマットは維持されたが、ラジオとテレビの進歩に伴い、カバーするトピックが広がった。すべてのラジオ雑誌に共通の放送局とタンパー局の一覧が掲載されていた。1934年には、 表紙がモノクロの写真になったが、1936年にはカラーイラストが復活した。姉妹誌のテレビジョニュースが1931年から1932年にかけて発行された。ラジオニュースとアメイジングストーリーズは1938年1月にジフ・デイビスに買収された。3月後はテック出版のスタッフが作成したが、出版社は ジフ・デイビスになっていた。この号はページ数が64ページにまで減っていた。1938年4月号はジフ・デイビスが初めて制作した。表紙にはルシル・ボールのフルカラー写真が掲載され、さらに20ページにわたってゴシップやラジオスターの記事が掲載された。これらは読者層をエンジニアや修理屋の男性以外に広げるためだった。 コンピュータ演算回路、日地数、コンピュータコードとアスキーなどである。また、オーディオビデオ家電、通信システム、自動車、産業用電子機器などの記事もあった。1960年当時、民生用のオーディオ、ラジオ、テレビのほとんどは、真空管を使用していた。これらの機器は、頻繁に修理が必要だったため、ラジオテレビの修理屋が街中の至るところにあった。 エレクトロニクスワールドには修理に特化した部門があり、ジョンィーフライは修理をテーマにした月刊コラムマック、S サービスショップを執筆していた。広告の大部分は修理屋を対象としたものだった。1963年4月号には6ページの記事、銀行における電子機器があり、小切手の下部に印刷されている時数字をコンピュータが どのようにして読み取るのかを詳しく説明している。また、ドン・ラン・カスターが書いた最初の記事、ソリッド・ステート3チャンネルカラー・オルガンも掲載されている。1970年までには、ポピュラー・エレクトロニクスの実験者向け記事は、エレクトロニクス・ワールドの記事と同レベルになっており、ポピュラー・エレクトロニクスの読者数は、エレクトロニクス・ワールドの2倍以上もあった。 エレクトロニクスワールドは1971年末をもって廃刊となり、1972年1月にポピュラーエレクトロニクスに統合された。ポピュラーエレクトロニクスの表紙のロゴにインクルーディングエレクトロニクスワールドという文言が加えられ、関数が1にリセットされた。その2年後、インクルーディングエレクトロニクスワールドの文言はなくなった。両が合併した時期、 ポピュラーエレクトロニクスが編集方針を変えたこともあり、多くの執筆者が競合紙であるラジオイコールエレクトロニクスに流れた。ラジオイコールエレクトロニクスでは、1973年9月号でドンランカスターの低価格端末 TV タイプライターが、1974年7月号でインテル8008を使用したマイクロコンピュータマーク -8 が発表された。 ポピュラーエレクトロニクスの編集者は、雑誌で特集できるコンピュータのプロジェクトを探し、改良型のインテル8080 80を使用した、エド・ロバーツのアルタイル8800を取り上げることにした。ポピュラーエレクトロニクス1975年1月号では、アルタイルが表紙を飾り、パーソナルコンピュータ革命の幕開けとなった。ありがとうございます。